はいどうもこんにちは、こんばんは。眠い人は高評価、どうもゼルフィーです。ということで今回はなんですけど、ちょっと今ねめちゃくちゃ緊急で撮ってる動画で、今僕寝起きなんですよ。今何時かっていうと朝の5時にめちゃくちゃ緊急に撮ってる動画なんですけど、皆さん見てくださいこれ。マンウィーズアウトオフィアーっていうちょっとわけのわからないものが来てるんですけど、ちょっと今回はねこの大会が結構すごいので、この大会についてねいろいろとちょっとお話をしていこうかなと思います。ということで早速ね紹介していきたいと思います。さあということでね、ちょっと画面変わったと思うんですけど、まあ、こんな感じでね今サイトとかもできてて、まあ、こんな感じでまああるんですけど、この大会ですね、なんといち早くコスチュームデアデビルを身につけようみたいな感じで、このね大会なんですけど、なんか上位入るとこのデアデビルっていうスキンがね無料でもらえてしまうんですよ。すごくないこれ。しかもこのスキンさ、多分マーベルのスキンだよね、わかんないけど、デアデビルっていうキャラいいのかな、ちょっとなんちょっと調べてないからわかんないんですけど、なんかもうワンチャン違う可能性もあるんですけど、なんかそうっぽくない？なんかいそうだもんこれマーベルに。ちょっといなかったです、すいません。まあ、そんな感じであるんですけど、マーベルノックアウトスーパーシリーズが米国時間の10月14日より開始。なんだこれ、マーベルノックアウトのモードなのかなこれ。新たなマーベルヒーローがフォートナイトに登場ってことは、これもそうだよね。多分マーベルのキャラっぽいよね、これはね。島にかつてない戦いをもたらす。自らのスーパーヒーローをチームのアッセンブルし、マーベルノックアウトシリーズに挑戦しよう。このシリーズではマーベルノックアウトを中心とした4つのカップが開かれます。その後は賞金総額1、10、100、1000、万、10万、100万ドルの最終トーナメントが米国時間の11月21日に行われ、シリーズを締めくくります。だからこれさ、このデアデビルカップっていうのがマーベルノックアウトで行われて、それの大会がこの100万ドルかけられるってことかな。そう、わからんけど、なんだろうこれ、マーベルノックアウトの大会で、だよね、なんか見た感じね。さらに、特典として4つのカップ全てに参加したプレイヤー限定でグライダーネクサスウォーが贈呈されます。そうなの？やばくないこれ。だからこれ参加するだけでもらえるってことでしょ？だから、4つのカップ全てに参加したプレイヤー限定でってことは、その大会に参加するだけで、だから多分1マッチぐらいすればいいのかな？ 1 マッチしたプレイヤー限定で、ネクサスウォーが贈呈されますってことだよね、多分ね。これ良くないこれ。だって、上位入んなくてもいいんだよ、このグライダーに関して。しかもネクサスウォーっていうグライダーね、これ多分まだリークとかもされてないと思うから、これから追加されるのかな、このネクサスウォーっていうグライダーは。これ良くないこれ。で、今週の米国時間の10月14日、これ日本時間だといつこれ日本時間だといつなんだ、わかんないんですけど、多分日本時間だと10月15日とかかな。10月15日とか、まあ、14日の深夜なんじゃないかな、多分ね。多分そうだと思います。まあ、まだなんか、時間とかも多分出てないんで、でも、10月14って、日本時間だと明日だよね、10月14って。今日13日だからさ。で、シリーズ最初のカップであるデアデビルカップに挑戦して、マーベルノックアウト期間限定モードのガーディアンデビルとなろう。で、各地域の上位のチームはコスチュームデアデビルをアイテムショップ登場前に獲得できますってことは、これアイテムショップにも登場するんだね。で、それが登場する前に無料でもらえてしまうんだ。だから上位に入ればね。いいな、やっぱりな。無料っていう言葉でかいよな、本当にな。詳細は、公式規定あるよ、公式規定。はい。マーベルノックアウトスーパーシリーズデアデビルカップ公式規定。マーベルノックアウトスーパーシリーズ。だからやっぱりマーベルノックアウトのモードなんだね。マーベルノックアウトのモードってすごいな。マーベルノックアウト、スーパーシリーズのこれね、ちょっと正直あんまりわかんないこれ。だからフェアで有害行為がない、だから変なことすんなってことだよね。とりあえずなんか余計なこととか、なんかチーミングとかそういうのすんなってことで、なんかエピックゲームズはな、これね、イベントのスケジュールをちょっと変更させる可能性もありますよっていうのね。みんなここもちゃんと見といて、ほらちゃんとね、こういう規定に書いてあるから、なんか変更とかされてね、まあわかるよ、切れる気持ちはわかるんだけど、一応ここにね、ちゃんと変えることができるって書いてあるからね。まあ皆さん、ね、できるだけ怒りを抑えれるようにしといてください。そのね、準備しといてください。で、デアデビルカップ、トリオなのこれ。トリオなのこれ。これトリオなのやばいやん、これ。1位25ポイント、2位10ポイント。だからこれなんだ？マーベルノックアウトってこれ10位なんかあるんだ、これ。マーベルノックアウトで10位ポイントとか入るんだね、これね。で、あ、ここ商品ってことは、ここで書いてある。あ、書いてある書いてある。アジアはアジア。100位まで？やばー、これ結構難易度高くないこれ。1位から100位まではゲーム内ビジュアルアイテム、デアデビルだから、
300人しかもらえないんだよ、日本だと。日本っていうかアジアだと。やばくない？これちょっときついぞ、これ。もっと簡単なもんだと思ってたけど、もう意外ときついぞ。まあ確かにね、ポン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 上げてたらね、エピックも儲かんないもんな。まあ、そりゃ仕方がない。まあそりゃ仕方がない。で、イベントのマッチ資格は、プレイヤー13歳以上ね。みんなこれ13歳以上じゃなければいけませんって書いてあるってことは、ちゃんと皆さん13歳以上の人が出てくださいね。ちゃんと書いてあるからね、これ。これ13歳以下だったらね、多分親の許可があってもダメなんじゃないかな、こういう大会っていうのは。なんかそういうのを聞いたことがあるような気がする。なんか海外でアリーナ、待って、目覚ましになった。海外の大会でも確かなんかそういうバンされた人いたから、アリーナかね、アリーナバンされた人とかもいたから、そんな感じかな。まあ大体見た感じそんな感じ。あとはもうめちゃくちゃ難しいことが書いてあるんで、まあなんかね、普通にやってればまあそんな関係があることじゃないと思うので、あの皆さんね、普通にやってください。まあこういうところも興味ある人はちょっと見といてください、本当に。で、残りの3カップは来月の開催を予定します。11月上旬より詳細な情報とともに告知していきます。だからマーベルの大会がこれから開催されていくってことでしょ。面白いな、これ。マーベルで大会って面白くない？いい発想っていうか、なんか上から目線だけど、すごいよね。マーベルノックアウト、オペレーションノックアウトの発生イベントでスーパーパワーを駆使してトーナメントの頂点を目指しチームで争います。4ラウンド制のノックアウトバトルでチームメンバーと協力してライバルと戦いましょう。ラウンドごとにチームには異なるパワーセットが給与され、また敵にも同じアビリティが、なんだこれ、付与されますって言葉だから、マーベルノックアウトのなんかモードのいつものね、マーベルノックアウトみたいな感じでお互いね、同じそのマーベルのね、そのキャラの力が与えられますよってことだね、多分これはね。そんな感じかな。まあ、ということでね、皆さん、あのこの大会はね、このデアデビルカップは10月14日のね、5時から8時の間、明日ですね、明日あるので、もしよければね、皆さん参加してください。で、もうもらえる順位がね、本当に100位までなんで、トリオで、もうゲームモード多分これトリオなんで、そう、あとはメンバーちゃんとね、皆さん集めておいてください。メンバー集めて、まあトリオで行われるということで、本当に皆さんちゃんとね、あのメンバー集めておいてください。僕みたいなぼっちの人はね、大変だと思うんですけど、まあ頑張りましょうということで、まあそんな感じでね、皆さんこの大会もしよければ参加してみてくださいということでね、皆さんこの動画がもしよければチャンネル登録、通知音、そして高評価の方をよろしくお願いします。ではバイバイ。